안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미호입니다待ってました。なんで笑ってる。もう早く見たい。もう6話のエンディングすごかったやん。近づいたっていう。あそこだけ見たらもうね、ケンジとは思われへん感じするもんね。ユジュンさんの顔も。なんかもう完全な悪って言い切れない感じ出てきてるもんね。そうそうそう、それがこのドラマの一つの楽しみでもあるからね、うん、今日もたくさんの疑心暗鬼の心をね作らされるんでしょうけど、今日で半分までいくからね。そう、あ、そして前回俺ずっと四運数四運数っていう風に言っててんやけど、あの皆さんがね教えていただいたけど、四運数ではなくて四運数らしい。なるほどね。あ、そういえばと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。あともう一個トロシャさんのコメントでまた分かったけど、俺らが聞いてた音楽ほんまにやで、あれひどすぎるね。なんで TT じゃないんですか。いや、そこで TT 流れてたらもう忘れるわけないしな。ほんまに秒で分かったのにな。もうね、あの、はい、あの二人ともボンスですんで。そのコメントをうんちゃんから聞いて、まあ、二人で見たいな、その部分、うんうん、めっちゃテンション上がった。しかもそのジョスンフさん、うん、歌ってたやん。そう。まあ残念だったけど、でもまあ後でしてね嬉しかったんでね、うんうん、じゃあこれから今日は7話から8話まで、はい、見ていきましょう。はい。아들구웠다법불악이법은귀한자에게아첨하지않고승부를요구억주는검은곳을따라휘지않는다법불악이승부를요구귀한자에게아첨하지않고이것도봐요아따이야이야소리야ちょっと分かりづらいな。ケースそのまま。せめて外したらいいのに。まあ。모든시작은밥한끼다。うお、過去。いいね、いいね。いいね。あよ、반갑습니다。でも、ちょうど若いな。ね。내가안냈을뿐인줄까。바로그밥한그릇에술한잔의신세가다음만남을단칼에거절하는것을거부한다。あ、恋人やんやこの。確かにね。なんやろうね、マジで。여기저기훈련中。엄청대충봉。부피큰거찾나？そっからもそれが分かるんだね。いいやいいや。ナイスすぎるやん。現場に置いてきたわけでもないな。携帯とかはね。うん。おおおお。아내가담배좀끊겠다는데경찰이검사를총으로위협해뭐너어디경찰무서워서담배나끊겠나씨やり方高校生かほんまにほんまにいつも幼稚な。어아이고어이고허리좀펴요어생긴거번듯해갖고화났어요아닌데요네え、まだなんで今入れたご似てる。선배님、뭐하러오신거예요？모르는게있어서요。내일。어、오늘밤해야되는거라서。아까낮에사범사한테서저왜막아주셨어요？방뒤진거선배의도란거알리려고일부러끼어든거죠？선배한테괜찮잖아요。내가여기서무슨짓을해도관심없으면서。왜내가아무것도모를거라고생각해？선배가아무것도모르는거아니라서저조금기쁘다고하면너무이기적인건가요너무늦게까지일하지마세요아니이거는복잡비묘나도유なんか本当にイジェンみたいに感情を取り戻すことをこう願ってしまうな。急にやん。急にホラー要素入れてくるやん。何これ第六感みたいな。うん、失敗してるよ。失敗か、わざとか。怖いって。じゃあ、ポーザブ
건아니고요저새끼랑다리가오를까라또보다 속이봐고와깡촌은창준이니네가깡촌이지내고향김천은시야어꼬아이 사장님이제아무걱정없습니다사병하나를개인의골프강사로부려먹은거죠예거든데곤지암이요곤지암2003년후안동까지군과의전면전이될수있어강력한창없이는안돼어떤방패도뚫을수있는창말씀이시죠여기있습니다알바세짝프레젠소리야얼른따라가저한테그러지마시고황검사님한테직접물어보세요왜방을주셨는지뭐때문에냄새나는물까지쫓아들어갔는지 알고계신거아니에요 예민가형핸드폰없던데요어디다른데숨겼겠죠 집이라던가우와지금당장그리러와요저도갈테니까알겠습니다위험이이미てしまった怖いな내가아니야검사장이야검사장죽였어나이트하시죠고마워요사연아내가왜이렇게까지했는지검사장금방알아차릴거야나만없으면비리로얼룩진차장이창준을기억하는사람은싹이사라지고출생부터고결한검사장으로다시태어날수있으니까그렇겠네요그래서내가무리를해난더이상의살인을막으려고했다고나는네보고하면검사장께서서검사님해치나보죠서검사님마저당하면검사장이진범이라는게확연해지겠네희생양이돼주시죠진범검거를위해서목숨한번바치시죠아수고하시아니감정에이게뭐저진짜현장범죽사한거지절대무슨꿍꿍이가있어서아닙니다살인범을조작탄생시키려다현장에서범가되셨다우리애들이또증거를조작해야됐어요그래검사수동진과김가영전화가지고있다는것만나한테만즉시알렸어도이런일없었잖아알고계셨습니까서검사가검사장님을의심한다는거서검사가정말로죽은건지칼로찌르고뺏은건지알아내알겠습니다그리고만에나는앞으로서검사에게어떠한변고가생기는지도제가지켜보고있겠습니다그렇지내리유스테리야하소리야유때유너어디야일단만나서얘기해어검사님은곧장여기로와서핸드폰부터챙겼어요그날네가여기서뭘봤는지모르겠는데그딴건관심없어요내가원하는건검사장이에요내말대로안하면검사님이범인맞다고할거예요범인은검사장이었어야했는데왜쓸데없이뛰어들아이씨미쳤네할수없네검사님이랑공범이랑다봤다고할거예요병수아씨아죽은줄알았잖아씨그건아닌거죠안죽였죠그럴줄알았어요야야리카타와스키는서검사아니에요제가직접확인했어요내일다말씀드릴게요옷좀빌려주실래요감사합니다 죄송한데요저도이저도 근데늘이래요음악도안들어요오전자충격기한번먹고검사장일가가범인이어야한다는열망이얼마나강렬한가를스스로드러냈다포동지가범인이아니라는확률과영은수가용의자일확률어느쪽이더높아진걸까옷값이에요그리고이슈는가아공같네마마마마오가른다오호しっかり食べてる누가요아아아누군데요에거북아거북아머리를내밀어라오내밀지않으면구워서먹을여기소주한병이랑우동라면먹어요말고라면주세요물주세요 혹시제보했어요 제보자가범인이라고했는데요 맞으면맞다고여기서얘기해줘요아닌데요근데내가사실을말하는지어떻게알고믿어요누가믿는데요누가안믿어요
응? 응? 맞다. 맞다. 소승사 이쁘네. 담당해. 4급 이상 전부 모이라고 해. 우와, 맞다 맞다. 본청은 금일 10시 일기에 검사의 범죄 혐의와 비리에 대해 외부의 개입 없이 철저히 수사하고자 직급에 상관없이 지금 전체를 대상으로 수사를 할 특임 검사를 도입한다. 검찰총장께 직접 보고할 특임 검사에는 특임 검사는 3부 검찰관 황승욱이다. はい、お願いした。いや、もう難しいな。トン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 、もう毎回難しいというかややこしいな。うん、まあね、やっとなんか一つのね、こう的に絞られていってたら、うん、もうまたこう違うところでふわーなって、うん、何が一番怖いって今が折り返し地点ってことよねもう折り返しやのにまだ謎だらけっていう、うん、本当に話の広がり方がもう止まらないな。うん、マジで瞬きして置いてかれるもんね、本当に。あとね、前回も言ったけど、このドラマ演出では信じられない部分がやっぱり多いんでね、うんうん、携帯の下りとかね、うん、投げたけどそれは本当じゃないとかね、いろいろやっぱり信じたあかんっていう。全員が回転が早いからね、頭のね。ここに出てる登場人物って検事だったり刑事だったりするんで、一人二人やん、何考えてるか分かるのあとはもうハッハッハッハやってるから、うん、こっちも同じくハッハッしないと本当に置いてかれちゃうんでね、うん、だから俺らね、このドラマ見た後めっちゃね熱くなるしめっちゃ熱い、なんか糖分欲しくなるし糖分もやけど今もなんかお腹すいたもんさっきのラーメン食ってるところ見たからやろ。ラーメンやばかったまずこのソドンジェが、まあね、もう予想はしたけど真犯人ではなさそう。うん、分からんけどね分からんけどちょうど綺麗に7話でウサギ狩りがね終わったって感じだったね。あの7話の最後よかったね。で、あのソドムで演じてる伊集院さん、うん、やっぱりああいう役似合うっていうか、自分の罪が暴かれた時のファッとなるその顔とかがもう似合うな。これも後で気づいて、あ、そういえばとなったけど、神と共にで銃に撃たれた兵士のことを葬ろうとした、あああの人なんやそこでも同じく事件をね隠蔽しようと思ってたけど、今回も同じ感じで。それで言うと車の中での検事同士のあの会話があれめっちゃ面白かった必死に言い訳してる方もせやし、言い返してるもね、ソスモさんの返しが素晴らしかったいや今マジで検事長もほんますごいな。特にこの最後のこれは自分のことめちゃくちゃ疑ってる人に翼を授けてあげてるっていうようなということになるから、なんならもうどうぞ暴れてこいっていう感じの人選になったんで、これは今後めちゃくちゃ楽しみなんだよね。うん、気になるね、まあ、ある意味信用してるとも取れるけどね。そうそうそう、まあ、正直あこで誰に任せねえっていうあとはもう一番衝撃あったのはあれじゃない、病院の下り、めっちゃ怖いよなマジで怖い。このドラマの演出も素晴らしいあのはっきり足してないもん、うん、足してないけどもうすぐ分かるもんね、うん、その分かるところが怖くて最初あの靴で来たやんか、うん、それ見て人をねこう歩みに来た人がこんな音立ってるやつで来て誰って思ったらいやーっていう、あれはマジでなんやろうね、うん、ただの嫉妬でやろうとしたのか、またねなんか実は裏があるのか、うん、旦那さんが女の子と遊んでたかもしれないみたいな、うんうんうん、じゃあなんなら遊んでたと思ってるもんね。そういうことやな。それでそこまで動くっていうところがね怖すぎ、あの奥さんが出てくる場面なんか全部怖いもんね。え、俺一番最初に出た時からめっちゃ嫌感感じたりとか、うん、めっちゃうさんくさいと思ってたらどん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 それが増していってる一方や、うん、ほんま。あとはもうね、この7話8話でもヤウンス検事がね、うん、めちゃめちゃ活躍したな。タフやな、うんやり方えげつないな、うん、すごいね、うん、やっぱりねちゃんと背景にはお父さんの件がね出てくるから、うん、全然ファン種目さんまだまだ疑ってるし、そう殴り合いのねシーンも見てたわけやしね。そうで、いざとなればっていうことで拳銃まで持って行ってで、それを全部見た上で逆に今ヨムンスに対する容疑もちょっとね高まっていったりしてて、うん、でマジで土地なんやろな、わからへんわ。わからまんまの方がね楽しいけどねあとどうやろうね、そのミオが言ってた歌のくだり、あー、うん、違う
歌ったかもしれないな違うやろなって思ってるむしろ警察のねあの殺人の追憶の時代みたいな感じでやってたやんか、うん、アホッケっていうあれでねもう最後ねああいうことにもなるわけやし、うん、どういう風になるのかな、うん、だからまた解決しなければならない事故追加されすぎじゃないっていうぐらい新聞社への投稿があった上でまたそれが乗っかったから、うん、もう全然もう何一つ終わってない乗っかっていくだけあれも誰が送ったかも分かってないしねベドナさんが怒ったでしょって嘘をついたのかどうなのかあれ逆にもう検事長だったりしてあねまあいろんな可能性が多すぎて、うん、誰でもありえるもんね、ファン種目さんを指名するとこまでが計画だったのならば、うん、全然ありえるし、うん、ラーメン屋さんの下り良かったねやっぱあの二人の掛け合いが一番好きやわ面白いね、うん、また今回も笑ったよ、ね、笑ったねでそれをしっかり今回はベドナさんがキャッチして、うん、それつながりで言うと鏡で表情を、うんうん、練習するとこも良かったね、はいはい、この時点で1ヶ月の間のどれぐらい進んでるやろうなこれもう私の中ではもう全然2ヶ月経ってるまあ、そういう感覚はあるよ、うんうん、このドラマ見てて思うのは最後まで見た上でもう一回見たいの今疑問に思ってることがもう最後わかるやんうん多分そうでしょうねきっとねそれを見た上でこう、うん、みんなの動き見たらもっと面白そう絶対面白いと思うな俺はこれを変数するためにところどころやけど、うん、こう見返すやんか、うん、それで今整理していってるっていうのもあるんよなるほどねそれを通じて整理していってるからなんとなく追いついていってるっていう感じはあるんよいやそうじゃないとこれ本当に難しいドラマだと思うもうだって私は検事長と検察長と総検事あの3人での下り、うん、マジで追いつかんかった結論分かればいいかなって思いながら見てたけどまあまあそう検事がもうねカッコつけたなんかプレイするからよりはややこしくなるんだよね何これってもう出てたやん早言えよって刑事系でもう一回見たくなるってすごいよねお絶対面白いもんねああそうだと思うまだ見終えてないのにもう一回見ることを楽しみにしてるっていう折り返しをしたけれども事件が増えいや面白くなってきたねもう無抵抗で穴に引きずり込まれてる感じするもんどうぞってどうぞどうぞ本当どうぞこっからですよこっからもうファン・シモフさんが名分をもらってるんで、うんうん、とことん自分の同僚たちを裁ける今権利もらったから思う存分暴れるやろなはいじゃあもう毎回言ってんねんけど早く次見てコメントとかにすごいですねとかどうやってこのドラマを2話ずつ切って見てるんですかっていう方がいらっしゃったけどもちろんしたくないですなんなら一気見派なんで間違いないねだけどちょっとねいろいろなもう時間だったりで本業もあるしちょっとずつしか見れない状況になってますでも逆にこの感想を言うことで整理できてる部分もあるああまあそれはあるね、うん、わっ気違い9話から10話ねえ、また次回もぜひ楽しみにしてくださいはいじゃあ、イボンヨンさんのヨギカジゴヨチョイヌンとタウンヨンさんへそうベッドロガゲスミダハードゥセせよ ブルダルジョマリーアラヒンチャグナルヌー